今回ちょっとこの買い物過去にね、こうやってこうやって逆に目立つから、こうやって隠れたらバレないんじゃないか説。どうも皆さん、おばです。ということで、今回もスプラトゥーン、スプラトゥーンクラブやっていきましょう。今回もね、スプラトゥーンクラブバージョン2ということで、ウィーク1にスペシャルなクラブやっていこうかなと思います。まずはアロバナモールということでね、クラブやっていこうかなと思うんですけど、今回ですね、シャープマーカーねを使ってやっていこうかなと思います。まあ、今回ね、シャープマーカーねを、シャープマーカーねをね、めちゃめちゃさ、よくない？この何、この何、塗りのさ、塗りがばらつかない感じ。ほら、どんだけ打ってもさ、塗りがばらつかないんだよね。見て、最高の武器でしょ。いや、この間ね、僕縄張りバトルしてるときにシャープマーカーねを使ったんだけど、ばらつきなさが最高すぎて、今ちょっと今この間まで、あのデュアルスイーパーカスタム大好きくんだったんだけど、ちょっと今シャープマーカーに浮気しちゃいそうなんだよね。ちょっとやばいね、浮気しすぎてみんなに怒られちゃいそうだけど、いや、そうだ、今回ねちょっと浮気しそうなシャープマーカーネオくんを使ってやっていこうかなと思います。しかもね、スペシャルがさ、9番ボムピッチャーだからね、9番ボムピッチャーめっちゃ強いんだよね、スペシャルね。ということで今回ね、スプラトゥーンクラブバージョン2やっていこうかなと思います。そう、それでね、なんかね、この間さ、このツイッターの DM で、サバさん、スプラトゥーンクレンボの生配信とかしないんですかってコメントがありまして、ちょっとね、やりたいよね、スプラトゥーンかくれんぼライブ、スプラトゥーンクラブライブをやりたくてね、ちょっとね、どうやってやろうかなって今考えてるんだけど、なんかね、僕のね、公式 LINE、僕公式 LINE、実は持ってて、公式 LINE アカウント。で、公式 LINE アカウントを絡めた、このスプラトゥーンかくれんぼ、やっていこうかなと思ってるんで、ちょっとね、近々、2021年になって、年明けかな？ 2021 年の1月2日くらいにやろうかなと思ってるんだけど、いや、どうなんだろう。まだ決めてないんだけどね。ちょっと面白かったらね、僕の公式 LINE アカウント友達追加してくれると嬉しいです。ということで、以上宣伝でした。早速やっていきましょうか。いきますよ。2、1、さあ行け！おら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 、いけ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 、いいぞいいぞいいぞ。よしよし、ここでとりあえずね、初手スペシャル使っていきまして、で、向こうにもビークあるな。オッケーオッケーオッケー。いやー、でもこのアロマナモール結構ね、マップが広くてね、探すのは大変なんだけど、まあ、今回ね、スペゾー、逆境強化スペゾースペゾーをね、めちゃめちゃスペシャル使えますギア構成できたんで、ちょっと、使っていくぞ。いけ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 。いや、9番バム結構ね、爆発の、あ、もう誰かいたな、ほら、うわ、うわ、いたな、あ、僕見逃さないよ。僕は見逃さないよ。僕は見逃しませんよ。さあ、絶対ここにいるよ。ここにいる。はっ！でいっ！よー、いいぞ！さあ、サナさん見つけました。サナさん 10.17。10月17日が誕生日なのかな？誕生日目と行きましょうか。さあ、いやー、僕もね、あと残り、僕1月1日が誕生日なんですよね。1月1日でやっと20歳になるんですよ。20歳っていう設定になるわけなんですけど、僕、20歳ですよ、20歳。お酒がね、飲めるらしいんですけど、20歳になったらね。いやー、どうしよっかな、なんか。僕もね、友達とかもね、みんな、なんかお酒飲める年になってさ、お前、おい、サバ飲み会行こうぜって言われるんだけど、あ、僕、未成年なんで無理ですっていつも断ってたんだよ。それができなくなっちゃうからね。うん、未成年だから無理って断られなくなっちゃうから、どうしてもね、飲み会とかに行かなきゃいけないんだよ。飲み会ってちょっと嫌じゃないですか、なんか。僕、もう、陰キャすぎて。陰キャすぎてさ、あんまりこう、人とさ、喋りたくないんだよね。喋るのめっちゃ苦手なんだよね。だからさ、そう、こういう感じで、ゲーム実況で一人で喋るのは全然いけるんだけど、やっぱ人とさ、面と向かって喋るのすごい下手くそだからさ、あんま飲み会とかさ、なんかダメなんだよね。だからちょっとね、あんまりね、飲み会とか行きたくないなって思ってんだけど、あの20歳になったら行かなきゃいけないから、ちょっと不安だよね。ちゃんと喋れるか飲み会で。あ、待って、もう飛んでったな、待って。あ、まあ、後ろに飛んでったけど、まあ、とりあえずこれ塗っていくか。また、あとこれ1分しか時間ねえぞ。まあ、でもこの間、飛んだ飛んだ、待って。まあ、ね、見たよ、僕。これね、見ました、僕。ここにいるわ。多分ここにいる。ここに飛んだんだよな、多分。ほら！よし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 、クリップ職人見つけた。これ2人。いいよ。やばいやばい、あと残り47秒。やばい、全然時間ない。あと残り2人見つければ勝ちなんだけど。やばいやばい、いや、言うとしたらこら辺だろ、絶対。リスポン地点顔、隠れ顔の。急げ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 。いや、ここにいるんだよ、絶対。絶対いる。どう考えてもここにしかいない。いきます、探します。わ、ほら、めちゃめちゃ塗られてるじゃん、これへん。絶対いる、ほら。待て待て、急げ急げ。あと残り25秒。まだ25秒って結構まだ時間あるから、落ち着け。サバさん落ち着け。よしよしよし。オッケー。あとこれ20秒、19秒。いや、しっかり時間を有効活用。さあ、次はここです。いや、ここいそう。ここいるだろう。おっと。
おっと、いない、まさかの、待って、いない、待って、やばい、どこだ、いると思ったんだけど、待って待って待って、あ、この上、この上にそう、いない、あ、いないクッス、真ん中全然濡れてないわ。うわ、これ真ん中いそうだな、ちょっと。うわ、やったかもしれない。よーし、答え合わせやっていきましょう。アロナモールですね。うわー、二人見つけられなかったんだけど、結構ね、出ないところ、縫い残しめっちゃあったからね、ちょっとこれは反省だわ。さあ、ニコとシラスちゃん、見ていきましょうか。さあ、やっていくぞ。どこにいたんだ、みんな。お、早速真ん中の方通ってきてますけど、まずニコから見ていこうかな。ニコ、ニコどこですか？お、お、あ、あ、ここか！うわ、そっかそっかそっか、ここの、何？変な池みたいな、池なのかわかんないけど、ここの縁、ここの、この縁に隠れてたっぽいわ。うわ、ここ塗ったけでいたな。ニコさん、え、ここに隠れていたみたいだね。うわ、これはちょっと僕気づかなかったな。ただ塗ってなかったわ、ここ。やっちゃったぜ。あー、で、次。次が、シラスちゃんだね、シラスちゃん。シラスちゃんが、ここだね、向こう。あ、ガチホコのところ？うわ、そこかよ。うわ、うわ、ここもさ、吸盤ボムで塗った気でいたわ。うわ、ここ吸盤ボムで濡れてなかったんだ、この場所。うわ、うわ、うわ、めっちゃ煽る。めっちゃこの人煽るね。煽りの天才か？まあ、さてはお前。煽りの天才だったな、シラスちゃん。いやー、マジかー、これ。うわー、シラスさん、ここにいたね。だからめっちゃなんか、ここに一つだけ違う色のビーコンがあるんだけど。はい、お次は、クリップ職人かな？クリップ職人かな、この人ね。クリップ職人。てい、てい、てい、あ、サナさんか。あ、そう、クリップ職人は違う場所だわ。サナさんがこの場所にいましたわ。あべ、めっちゃ売ってくるー。ごめんなさい。無駄な。あー、何してんの？クリップ職人何してんの？で、クリップ職人がね、この、ここの上、ここの、こう通ってきて、この場所に、そう、クリップ職人がいたんだよ、この場所に。そう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 。うわー、うわー、これちゃんとね、考えて塗れば見つけられたな。いや、別にね、今回考えず塗ってたってわけじゃないんだけど、いや、もうちょっとなんか戦略的になんか塗るべきだったね。悔しい。では次ね、僕がクレマやっていこうかなと思います。それでは、やっていきましょう。よーし、ということで、ザトーマーケットやっていけば2回戦目ですね。僕、ちょっとザトーマーケットで、ちょっとね、ずっと気になってた隠れ場所があって、今回はね、そこに隠れていこうかと思います。その場所がどこかというと、ほっ！ここだー！こ、あ、え？待って待って待って、あれ？これさ、待って、はっ！あ、登れた登れた、そうそう、この場所、この場所にね、この場所ずっと気になってたんだよ、これ。何これこの、なんかね、この買い物カゴの上に乗れるんですよ、実は。今回ちょっとこの買い物カゴにね、こうやって、こうやって逆に目立つから、こうやって隠れたらバレないんじゃないか説、やっていこうかなと思って、どうすか？こう。さすがにこれ見つかっちゃう。おー、なんだって、さすがにこれ見つかっちゃうから。で、だからこんな感じで隠れて見つかんないのか。そう、だから、これだね、商品と一緒大作戦。こうまるでこの商品かのように紛れる、この買い物カゴに載ってる商品、私は商品ですよっていう感じで立ち振る舞えばバレないんじゃないかっていう。ちなみにこれって、あ、ここビーコン置けるんかよ。あ、待って、ここビーコン、あ、待って、やばい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 、ちょっと待って、間違えた、ごめんなさいごめんなさい、間違えました、ごめんなさい、ビーコン置きます。ちょ、待って、ビーコン置けるんだ、待ってね。じゃあさ、行きます。はっ、てっ、ここにさ、よしよしよし、こんな感じでビーコン置いて、そんで自陣側にスポンジで、いや待てよ、あ、じゃあなんかもうさっきからなんか変なとこにビーコン置いちゃうんだけど、どうしようどうしようどうしよう、待って待って、ね、待って、ね、とりあえずここに隠れる、隠れて、はっ、よいしょ、よし、で鬼側のリスポンジならここにもねビーコン置いてるんですよ。ここにあるビーコンが壊されなかったら最強じゃない？とりあえず、両方、地震側のリスポーン地点の買い物カゴには僕が隠れて、敵側、鬼側の地震、鬼側の陣地の方にはビーコンを置いて、今回隠れていこうかなと思います。やっていきましょうか。さあ、鬼さんファミミザップを使っております。始まりました。さあ、ここに置いてるビーコン壊されるのか。あ、でも鬼さんまずは、あ、でも全体的に売ってるな。あ、でも壊されちゃうかな、あれ。ここ。あ、おっと？あ、あ、あ、
ああ壊されている。うわマジか、やっぱ壊されるよな。待って、もしそしたら僕さ、これやばくない？これ壊されちゃうんじゃね？壊されてるか、これ倒されちゃうんじゃない？なんか初手からなんか不安だけど、さあ鬼さん、あれさ、ファミザップ、そう、雨降らしなんだよね、ファミザップって。いやー怖い。さあ一応ビーコンは12345個だ。しかも今1個ビーコン壊されたね。123、あと 4つビーコン残ってる。4つしかビーコン残ってない。どうしよう、待って、あと残り2分、耐えきれるかな。これ結構やばいぞ。さあお兄さん今真ん中の方にね、隠れてますね。隠れてるというか真ん中方塗ってますね。さあ今どうなってる、今どこにいんだ。あ、いた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 。あ、ニコさんもなんか大丈夫。ニコさん、ニコさんもどこに、あ、なんかこんなところにいるね、ニコさん。でもここにあるビーコンさ、大丈夫そうじゃない。なんかここにあるビーコンに隠れればさ、勝ちみたいな。ここの方にあるビーコン。待って、こう来てんな、お兄さん。やばくない？待って、やばい。やばい。雨降らしがやばい。雨降らしで死にそう。やばい。大丈夫？お？あ、アビスなんかわかんないけど、アビスって言っちゃったわ。うわ、マジか。見つかったか。ちょっと。見つかりそうだからさ、ビーコン飛ぶ準備したんだけど間に合わなかったわ。うわ待って、しかもだ、僕だけしかキルされてないしね。うわ、やっぱさすがにあれはなんかバレるというか目立つもんな、さすがに。殺してくださいって言わんばかりの隠れ方だもんな。さあちなみに今、サナさんがね生き残ってんだよね、この場所で。あ、見つかっちゃうか、サナさん。うわ、サナさん、サナさん、ああサナさんもやられていく。さあ、あと残り、シラスちゃんとニコさんの二人が生き残っております。うわー、これ厳しいなー。これニコさん見つかっちゃうんじゃないか。あ、てか待って。僕が強いんじゃないかって言ったビーコンの場所にね、シラスちゃんとジャンプしてるわ。ね。ウェイ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 。わー、これニコさん、これ倒されちゃう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 ちゃい。わー、これニコちゃんさ、倒され、あ、あ、あれ？お？誰かし、あ、自滅使い。サナさんの自滅使い。待って。ニコさんとさ、シラシ、あー、ニコー倒されてる。しかも見て、シラスちゃん、なんか、アオリイカシみたいなことしてた。さあ、あとこれ20秒でございますけれども、お兄さんは、なんか気づいてないっぽいぞ。なんか、見た感じ。さあ、雨降らし、使ってるね、雨降らし。いや、でも、シラスちゃんのところに雨降らし、行かない。いや、これは、シラスちゃんの一人勝ちか、さては。あー、シラスちゃんの一人勝ちっぽい感じするね、ちょっと。さあ、残り5秒。10秒カウント始まってます。3。2、1、終了。シラスちゃんだけ生き残りました。うわー、見て、ほら、ここにいるわ。そこ強えそこめちゃ強え。さあやっていきましょうか、ムツゴロウラストですね。いやー、さっきはちょっと見つかっちゃったからね、やっぱりなんか僕がさ、どんだけさ一生懸命隠し場所探してもさ、みんな全力で見つけに来るからさ、無理だね、もう。いや、嫌だね、もうこのゲーム。参加者全員が全力な、このスプラトゥーンクレーム悪くないね。あ、みんな本気でね。お、なんで、どうした、どうしたの、クリップ職人。え、どうしたの、クリップ職人。なんか悩み事があったら聞くよ、君。どうしたんだよ、君。どうしたの。悩みでもあるの、そんな自殺するくらいの悩みがあったら聞くよ。なんであんなに急に地面に落ちたんだろう、めっちゃびっくりしたんだけど。とりあえず塗っていきましょうか。いやー、でもこのマップね、ちょっと広いんだけど、隠れ場所で少ないんだよね。そうそうそう。あ、でもね、一つちょっと気になってる隠れ場所があってね、今回そこに隠れてこうかな。ね、ちょっと、そこ見てこうか。まあ、それがどこかっていうと、この角っこ。ここの角っこに隠れたらさ、ほら、あんまさ、僕、スプラトゥーンクラブやっててさ、このマップ、このさ、ムツゴロのこの角っこ隠れたことない、隠れてたことないっていうかさ、ここを塗ったことがないんだよ。ここあんまり隠れてる人いないからさ、今回は絶対この場所隠れればね、バレないと思うんだよ。やっていこうかなと思います、この場所でね。さあ、ということで、あとこれ30秒で始まるんでね、始まるまで待っていこうかなと思います。さあ、そろそろ始まるわけなんですけども、やっていきましょうか。はい、スタート！行こう！みんな大丈夫？みんな、あ、でもいい感じ、いい感じ。何？やっていこう、やっていこう、やっていこう。さあ、お兄さん来てます。ここ来るか。いやでも見て。ちょうどいい感じでインク塗られてる。さあ、お兄さんここに来るのか。おっと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 、ちょっと待って。危ない。あ、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 ダメダメ。あ、見て。戻ってきました。わーい。ちょうど真反対。さっき僕がね、ここに隠れてて、ここ。
で、Bコインジャンプして真反対のこの場所に戻ってきました。さあ、鬼さんはこの場所に来るのか、また。いや、びっくりした。めっちゃバレたね。なんか、急に上からインクが落ちてきて、その瞬間、ナイス様でやられたね。やられそうになったね。そう、やられそうになったらやられたんじゃなくて、そこ大事ね。やられそうになったから。やられてないから、僕今。さあ、ということで、お、今なんか、クリップ職人かな？クリップ職人が飛んでったね、スーパージャンプで。さあ、鬼さん、近づいてきてます。やってきております。やばい。めっちゃ見える。でもナイスとまま別のとこ投げていく。いいぞ、いいぞ、いいぞ。さあ、シャラシちゃんが向こうにいまして。オッケーオッケーオッケー。さあ、いいよな、見て、ナイスが飛び交ういい職場。ナイスが飛び交ういい職場です、この、ここは。やっていきましょうか。あ、見て。あんなところにクラゲちゃんいたんだ。気づかなかった。あんなところに、かわいい。何してんだろう。暇そうだな、なんか。暇人なのかな。まあいいや。さあ、あと残り1分30秒でございます。ビーコンの残り数は1、2、3、4、5、6個。あー、てか、さっき1つ壊されたな。今5個壊され、あ、5個ありますね、ビーコンは。さあ、うわビーコン壊された今。さあ、あと残り4つです、ビーコン。やばい。近づいてきてんな、これ。うわシラスちゃん、うわシラスちゃん、ここのビーコン飛び上がった。うわ、僕が飛びたかったのにそこ。待って、お兄さん来てるぞ。ここ来てるぞ。やばいぞ。でも大丈夫。僕は。なんで？な、うわ、め、絶対勝てると思ったら絶対負けるんだけど。何？本当に。さあ、クリップ職人。クリップ職人？クリップ職人？クリップ職人？あ、クリップ職人。あ、あ、お、お、クリップ職人なんで見つかんないの？あ、見つかったわ。見つかんないと思ったら見つかったわ、クリップ職人一瞬で。さあ、残りは、シラスちゃんとサナさんの2人が生き残っておりますね。さあ、これ20秒。いやー、これサナさんでも見つかりそうじゃない？ちょっと。サナさん頑張れ。サナさん、さあ、ビーコンはもうないぞ。サナさん頑張ってください。お、これは、あ、あ、あ、お、サナさん、これ助かるんじゃないか。あ、やばい、じわあー、サナさんが見つかって、最後、シラスちゃんも、またシラスちゃん生き残ってない？さっきの試合もさ、シラスちゃんまた生き残ってたよね。何？シラスちゃん何者？何者なんだ？あいつ。はい、ということで今回もね、スプラテンクロもやってみたわけなんだけど、いやー、買い物カゴの目はさすがにバレるよね。なんか、商品のふりして商品のふりして隠れてみたんだけど、さすがにあれは目立つな。ダメでしたわ。はい。ということで、ぜひ商品になりたい方はね、あの買い物カゴの上に乗って、なんか、商品の振りごっこでもしたらどうでしょうか。ちょっとよくわかんないけど。はい。ということで、この動画面白かったらね、高評価よろしくお願いします。もしね、チャンネル登録したいよって方はね、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターの方でね、スプラトゥーンクラブを参加者募集してるので、参加したいよって方はね、ぜひツイッターの方、フォローしてくれると嬉しいです。ということで、また見てください。それでは、バイバイ。